おつもるです、グレモルです。というわけで2023 YBC ルヴァンカップグループステージの第3節、湘南ベルマーレ対清水エスパルスの一戦を見にこちら、レモンガススタジアム平塚までやってきました。あの通常のね、僕の遠征動画で言うと、あのいつも静岡から道の行き方がねそのまんま、電車使ったり、車乗らせていただいたり、いろんな方法を使って、スタジアムまで着くものも映したりいろいろとやってはいるんですけれども、ちょっとあのそちらの編集の方がねいつもまあ10時間とかそこら辺かかっちゃって、どうしてもちょっと中2日3日であとね、ちょっと時間が取れないってことで、今日は簡易的な、遠征動画みたいな感じにさせていただきます。なので、いつもとは、結構ね、手抜き感があるような動画になっちゃってしまうかもしれないんですけども、そこのところはご了承ください。申し訳ない。ごめんなさい。ただですね、応援は全力でやらせていただきますし、秋葉体制、新体制ですからね、初陣ですから、ルヴァンカップといえ、負けられない試合となってます。もうここで浮上のきっかけを掴んでほしいなということで、レモンガススタジアム来たんで、まあ、ちょっとね、ザ・リアルのね、エスパルス公式さんみたいに、ちょっとカット編集、基本的にのみみたいな感じになっちゃうかなとは思うんですけれども、楽しんでいただければなと思います。それでは、早速、行ってきますというか、もういるね。よし、じゃあ、今日も、ちょこっと現地の様子伝えていこうかなと思います。はい、ありがとうございます。さあ、今入場しましたよ。久しぶりだ、1年ぶりのレモンガススタジアム、こんな感じです。どうでしょう、久々。いや、去年のいい思い出があるからぜひ貸したいな。皆様のご協力をお願いします。みんなで楽しいスタジアムを作ろう。ミゲルと合流しました。今日はカット編集のみだから。カット編集、ちょっと編集がちょっと追いつかなくて、カップ戦仕様の Vlog。 そうそうそう、今日はある意味ザ・リアル、サポーター編だから。ザ・リアル始まってきたね。さあ、俺再入場一回するから。再入場、中で会いましょう。うん、よろしく。じゃあまた後で。 OK、 はい、よし、よろしく。確かになんかスーコポッツって勝負サポーターに頑張ろう。
次次さあ切り替えよ切り替えよまず1点返そう。本日は最後までご覧いただき誠にありがとう。